動く気しねえな。よう、チンピラ。ああ、さっきのなんだ、おっさん。お前ら、流動一家の若いのじゃねえのか。ああ、だったらどうした。ちゃんと賃貸料払っている仇に、いきなりこんなもんちらつかせて、どういう了見だ。はっ、仇だと笑わせんな。背中にあんなもんもん背負ってる仇がどこにいるってんだ。とにかく子供たちが怖がってるんだ。もう二度と顔見せるんじゃねえ。俺らはな、内地からシャシャリ出てきた奴が大嫌いなんだよ。とっとと沖縄から出ていけ。それが立ち退きの理由か。さあな、どうしても知りてえなら直接親父に聞くんだな。ちょっと待て、どこへ行く気だ。流動一家の事務所、お前らの親父とやらに会いに行く。あ、兄貴、今すぐ組に連絡を。あ、わざわざ組に連絡入れるようなことするんじゃねえ。俺らの仕事はあんたの監視だ。だが、好き勝手に事務所に行ってもらうような真似されちゃ困るんだよ。そんなことされたら俺の顔が潰れちまう。じゃあどうすればいい。どうしても生きてえってなら、俺を倒してからにしな。ほう、そんなことでいいのか。なめた口聞いてんじゃねえぞ、おっさん。てめえ、頭に本当に勝てると思ってんのか。頭？そうだ、兄貴は天下の流動一家の若頭、捨て頃のハブこと島袋力也さんだ。それでもやるって言うのか、おっさん。やめとけ。ああ、お前、自分の顔を潰したくないんだろ。そんなこと言ってやめようとしてんじゃねえよ、腰抜けのおっさん。沖縄じゃどれだけ有名か知らねえが、そんな脅しが通るほど世の中甘くねえぜ。持ってろ。よし。どうだ、なかなか立派な蛇だな。違うわ、ボケ。蛇じゃねえよ、ハブ。ハブだ、ハブ。捨て頃のハブっつってんだろ。ハブもヘビも同じだろ。違うわ、ハブは沖縄の魂だ。俺は沖縄の心を背負ってんだよ。相当地元のことを好きなんだな。そうよ、内地のあんたに本物の沖縄もんの強さを教えてやるぜ。ミケオ、てめえは絶対に手出すな。あ、はい。覚悟はいいな。ああ、行くぜ。はっ、痛いの見せてやるぜ。てっ、くっせい。やっ、ら結構やるな。くっ、てっせい。うん、うらっ、結構やるな。くっせい。うん、うら、結構やるな。せいや、せいや。うん、うわ、結構やるな。うわ、邪魔だ。うん、うわ、結構やるな。
どうだ、内地の腰抜けのおっさんのパンチは痛かったか。約束だ、お前の親父のところに案内してもらおうか。はい、わかりました。